続いて TSS では広島で生まれた赤ちゃんにこちらの初めて箱をお届けし、赤ちゃんの誕生を祝い子育てを応援しています。そんな初めて箱をお届けしたお子さんから募集した動画をご紹介するつぶやきベイビー、今日はどんなつぶやきが聞けるのでしょうか。最初に登場するのは広島市東区のゆいこちゃん。今年1月に1歳になりました。最近の動画が届きましたよ。おお、笑顔で高速ハイハイ猛突進するゆいこちゃん。その先にあるのは、そう、昨日は3月3日桃の節句。おひな様です。あら、新しいおままごとかしら。どうですか、かわいい？うん、私の次にね。ほんと、砂場に連れてってあげる。おっと、ここで映像はストップ。おひな様高いですもんね。肝を冷やしたままなのでした。続いてつぶやいてくれたのは広島市西区のひなのちゃん。現在3歳。初めて箱はおもちゃ箱として使われていた。ひなのちゃん1歳の時の映像がこちら。大丈夫大丈夫。大丈夫じゃないわよ、私滑り台苦手なんだから。止まらない止まらない、怖いけど早く前へ前へ前へ。終わった。ひなのちゃん飛距離30センチ、お見事でした。はい、飛距離30センチの大ジャンプを披露したひなのちゃんは、はい、怪我はなかったそうです。あ、よかったです。結構飛んでましたけれどもね。はい、さて皆さんからの動画も募集しています。初めて箱をお届けしたご家庭なら誰でも応募できます。可愛い動画や面白い動画などこちら3940のホームページまでお寄せください。お待ちしています。